サンタルチアの愚行をプレイしていきたいと思います。前回のサンタマリアのマリアだっけ、サンタマリアの次の作品となっておりますね。っていうか名前変わって名字だけサンタで統一されてるってことは、そのサンタの一族がメインとなってるお話なんでしょうかね。どうなんでしょうか。まあ、早速ニューゲームでプレイしていきましょう。子供たち出るのかな、どうなんだろう。そこも結構気になったり。嘘つき者のお母さん、嫌われ者のお母さんだけど、それでもそれでもね、みんなをずっと愛してた。なんかだいぶ雰囲気変わったね。かわいい。イラストのクオリティめちゃくちゃ上がってんだけどなんかデジタル化してる。うーん、いい天気今日も素敵な一日になりそうだね。おい、ルチア。お？てか、ルチアなんだ。なんかこの少女っぽい雰囲気の子なんだね。なんかてっきりまた、前回のマリーアみたいな、マリアだっけ？マリーアか？みたいなお母さん的な、大人のお姉さん的なキャラ来るかと思ったけど。遊ぼうぜ。いいよ。イエーイ！イエーイ！楽しそう。何して遊ぶ？おままごと？鬼ごっこ？この子たちもやばかったりするのかな？どうなんだろう？みんなでかくれんぼ。いいね、いいね。でも、孤児院の外から出るのはダメだよ。わかってるって。じゃ、みんなを誘いに行こう。イエーイ！イエーイ！楽しそう。こっちの世界のサンタは幸せそう。いや、あっちの世界のサンタも幸せではあったけど。なんかあの指人形みたいな感じじゃなくなってるキャラクターが。セーブできる？できる。ルチア、エンツヨ、優しい少女、不憫な少年。うん、ルチア体力多くで900あんだけど。セーブ。不憫な少年ってのがまたちょっと意味ありげな感じが。盲目の記憶を手に入れた。まあこれ、読めるのか？誰かの記憶。お外は怖いの。だって悪魔がたくさんいるから。なんだなんだこれは一体。こっち個人って。ああ、なんか入る前にいろいろ探索したいな。ないか。オプション。ジョージダッシュ。OK。これで楽チン。こっちは？お、刺激かわいい。アンネッタ、遊ぼうぜ。遊ぼうぜ。無理。見てわかるでしょ。おっぱい揉んでるな。どういうこと？おっぱい揉んでるね。胸を大きくしたいのか。最近母乳の出が悪くてね。こうしてマッサージしているの。お母さんなの？母乳？ミルク？みんなで飲むのか？あなたは一度教育をちゃんと受けるべきね。え？とにかく。私は今忙しいの。他の子と遊んでらっしゃい。はーい。はーい。え、この人年齢いくつなん一体。この子供たちと同じ年代かと思ったんだけど、違うのか。あ、でも11歳、13歳。え？なんか意味ありげ？そうでもない？単純に年上のお姉さんで子供いるだけ？これは？芸術はよくわかんね。何もわからずか。こっちの部屋は？お風呂場か。何もなし。あ、洗濯当番だったの忘れてた。大丈夫か？やらないと怒られるんじゃない？ちゃんとやりなさいって言われるんじゃない？これは誰かの部屋？この場所を見覚えがあるな。村の近くにあったような。でもずっと孤児院から出てないから忘れちまった。わからずか。まあ、そんな気にするものもないのかな。アンネッタは大人のお姉さんってことは旦那様もいるのか。ここは誰の部屋？太陽の匂いがします。これルチアの部屋じゃない？なんか緑だし。何もなし。こっちは？あ、誰かいる。ウィス？またなんか大人のお姉さんが。モニカ、俺たちと遊べ。遊べ、遊べ。遊ばない。遊ばないの？かくれんぼだぞ。楽しいよ。楽しいぞ。かくれんぼ、嫌い。おっぱいはみ出ちゃって、すぐ見つかるから、またおっぱい寝た。おっぱいが大きくて、隠れられる場所が少ないから。おっぱいのせい？めちゃくちゃおっぱい言うやん、お前ら。大バカ。それにかくれんぼたくさんやった。隠れる場所もうない。じゃあさ、孤児院の外に。ダメ、ママに怒られちゃう。そこは厳しい。チェーチェチェチェのチェーじゃん。まさかラーラの子供。私今日も具合悪い、だから寝る。二人もはしゃぎすぎない。わかった、お邪魔しました。マスター。年齢結構バラバラなんだね、ここの孤児院。え、なんかまた新キャラが。この少年だね、この子は。いいぼ、遊ぼう。遊ぶぞ。無言。みんなでかくれんぼだ。孤児院の外から出るのはダメだよ。ママに怒られちゃう。無言。あ、紙とペンだな。ごめん、忘れてた。あ、なるほどね。筆読。え、筆読じゃないな。なんて言ったっけ。
忘れたわ。どれどれ、母さんがルチアを探してた？そうなの？え？マジで？もっと早く言えよ。ああ、言えないか。ごめん、嫌味じゃない。ごめん。お兄ちゃんごめん。私ママのところ行ってくる。ジータ母さんからの呼び出しなら仕方ねえの？ジータお母さん。用事終わったら遊ぼうぜ。いいぼ、それまで二人で遊ぶぞ。またねー。言っちゃった。サンタルチアの愚行だからな、今回のタイトルは。その愚行で一体何をしでかしたのか気になりますね。この部屋？にゃんにゃんモニカお姉ちゃんが描いたんだって。うんち、バッチ。ママ？かわいい。いる？え？この人？ママ！え、なんか、ああ、大丈夫だった。なんかタコの宇宙人かと思った。どういう服装？ルチア、来てくれてありがとう。うん、大丈夫だよ。あれでしょ？そろそろ手紙を出す時期だよね。手紙？そう、そうなのよ。お願いできるかしら？もちろん任せて。あ、でも内容はママが考えて、私じゃ無理、難しい。わかったわ。ルチアは書くのをお願いね。はーい。目が見えない的な感じか？ん？なんだなんだなんだ、その点々点一体なんだ？筆談だ、思い出した。筆談、筆談。谷つぶしも飽きたな、どういう遊び？なあ、イーボって、いつから喋れないんだ？喋れないのつまんなくね？いつ治んの？デリカシーに欠ける少年だな。お前との筆談も楽しいけどよ、もっとお前の話聞きたいからさ。だから、いつか喋れるようになるといいな。悪い子ではないんだよな。その時はいっぱい話そうな。約束。あ、そろそろご飯の時間だ。食堂行こうぜ。行っちゃった。イーボ置き去り。え、なになになに？そのイーボなんか無言なの気になんだけど。なになになにが言いたかったの今の表情は。外の悪魔から守るため。大切な家族を守るため。私は何でもやりましょう。みんなに非難されようと、誰かが涙を流そうと。残酷な嘘をついてでも。何があった一体。お？手紙。ルチアが書いたのかな？あ？愛しのエンツを得、お父さんお母さんからか？元気ですか？父さんと母さんは元気です。いつも手紙をありがとう。私たちもあなたの可愛い妹、マルチェラもあなたからの手紙を楽しみにしています。これ多分ルチアが書いたんじゃないのか、ママに頼まれて。なんかそんな気がする。あなたを孤児院に託して随分経ちますね。あなたと会えなくて寂しいです。早くあなたと一緒に暮らせるよう、父さんも母さんも頑張っています。不甲斐ない親でごめんなさい。遠くにいてもずっとあなたを思っています。あなたを愛する母より。やっぱ書いてるんでしょ、これやっぱ。ルチア。うん、任せて。よし、手紙を円柱お兄ちゃんに届けよう。暗い。闇がある。ルチアはそれを言っちゃって、その手紙だって私が書いてるんだからってか言っちゃって、そこから崩壊が起こりそうだな、この個人。家族からの円柱宛ての手紙、忘れずに届けてね。大丈夫、任せて。そう、手紙が赤字なのがもう気になりすぎるのよ。絶対に何かあるじゃん。どこ行った？食堂行くとか言ってたっけ？あ、じゃあ、ちゃうちゃう。いないな。いないね。風呂場にはさすがにないよな。あ、何してんの？モニカお姉ちゃん？少女は涙を浮かべ苦しそうにうずくまっています。大丈夫か？ねえ、どうしたの？モニカがね、また具合が悪くなったみたいなの。さっき薬は飲ませたんだけど。大丈夫か？平気。いつもの発作。慣れてる。本当に大丈夫？無理は良くないよ。今日は部屋で休んでなさい。送っていくから。一人で大丈夫。二人ともありがとう。本当に大丈夫か？足取りすごい重いけど。しんどいよな、そういう病気抱えるって。早く治ってほしいな。モニカ、日に日に体調が悪くなってる気がするわ。一体何の病気なのかしらね。モニカお姉ちゃんね、ここに来る前お仕事してたの。何の仕事？それで、お仕事のしすぎで病気になっちゃったんだって。なんか、うつされちゃったとか、なんとか。ああ。なるほど。
でも大丈夫、ママも治るって言ってたもの。そう、そうよね。きっと大丈夫よね。大丈夫大丈夫、ママを信じて。あれ、そういえばルチアはどうしてここに？ああそうだ、園長お兄ちゃんがどこにいるか知らない？家のどこにもいないの。あ、そうなの？それなら外じゃないかしら。なるほど。まったく、また掃除サボってるわね、あの子。今度ガツンと言ってやらないと。あはははは。あら、どうしたの？アンネッタお姉ちゃん。お姉ちゃんというより、お母さんみたいなんだもの。厳しいよな。そうね、あながち間違ってないかも。私の赤ちゃんが退院して、この孤児院に来たら、仲良くしてあげてね。うん、私お姉ちゃんになる。しっかり者のお姉ちゃんに。それならまずは野菜を残すのをやめなさい。ちゃんと見てるんだからね。厳しいお母さん。ポヘー、返事の仕方。モニカは多分体を売ってて、で病気をもらったじゃないのかな。でもどうなんだろう。そんな死にそうな感じの病気になるのかな。俺実際わかんねえんだよな。実際っていうかそうそうかかるもんでもないしな。いいお兄ちゃん、園長お兄ちゃんはどこ？お兄ちゃん？そっか、わかんないか。じゃあまたね。瞳で会話している。本当に大丈夫か？なんかある？ごめん、具合悪い。少し一人にして。違うのかな？俺の予想とは違うもんなんかな。人形の記憶、喪失の記憶、ちょっと見てみるか。アイテム、喪失、温かい家庭を築くこと、それが私の夢だった。あ、さっきのなんだっけ、アンネッタお姉ちゃんだっけ、名前合ってる？ちょっとまだ全然覚えきってない。人形に感情はいらない。モニカさん、なんか意味深だな。ってことはこっちもあるんじゃないか。黄色い部屋だから光ってんの分かりづら。虚妄の記憶、悲壮の記憶、アイテム、悲壮、地獄から逃げ切ったが妹とはぐれた、これからどうしよう。虚妄、父さんも母さんも俺を愛している。あー、これは分かるな。これは、その喋れない子、イボーだっけ、ウボーだっけ、ウボー違うな。イーボか。本当に、本当、本当なんだよ。イーボーは何か伝えたいんかな。まあ、ちょっと会いに行くか。おーい、絶対そっちだろ、いるとしたら。お手紙来てるよ。虚妄ってのがまた辛いよな。やっぱこの手紙は妄想ってことなんだよな。園長お兄ちゃん、やっと見つけた。妄想というか、ママが作った手紙というか、なんというか、辛いな。よー、ルチア、お前も日向ぼっこか。お掃除サボってたんだって。アンネッタお姉ちゃん怒ってたよ。平気だって。一日掃除しなくても死にはしねえよ。もう、そんな悪い子には。あ、これ、あげないよ。それは。偽物の手紙って気づいてんのかな？どうなんだろう。はい、家族からのお手紙、届いてたよ。そうか、そうか。嬉しいな。こうしちゃいられない。早く返事書かなきゃ。というわけで、ルチア、掃除は任せた。おい、お前。あ、もう。これで怒んないの優しいよな。園長お兄ちゃん、嬉しそうだったな。家族の幸せは、私の幸せ。あ、ここは本当に素敵な楽園だね、ママ。嘘で塗り固められた楽園なのではないか。でもちょっとずつちょっとずつ闇が垣間見えてくんだろう。俺にはわかる。返事、なんて書こうかな。アンネッタに怒られたこととか、モニカのおっぱいに窒息させられたこととか、イーボのいびきがうるさいこととか、ルチャに鼻くそつけられたこととか、最悪や。あと、ジータ母さんに褒められたこととか。急に黙り込んで何？父さん、母さん、そしてマルツェラ、俺からの手紙読んでくれてるかな。いやいや、読んでくれてるからこうして返事が。でも内容が、内容がってことじゃない？で、お母さん目が見えないから読むこともできずってことなのかな。なあ、イーボ、これさ、家族から届いた手紙なんだけど、なんか、いや、なんでもない、ごめんな。現実を知るのは怖いよな。イーボ気づいてしょう。カンダ、気づいてそう。手紙の字がルチアに似てる。なんて言ったら殺されるよな。だよな。かわいそうなエンツを。
家族にはもう見限られてるのかな、それとももう存在していないのか、どうなんだろう。母さん、どうして俺を見てくれないの？父さん、どうして俺を殴るの？マルチェラ、俺の妹、マルチェラ、どうして二人はマルチェラに笑顔を向けているの？どうして俺を置いていくの？お金、お金がないから俺を養えない？そっか、それなら仕方がないな。お金が貯まったら迎えに来てくれるよな。ジータ母さんもそう言ってた。大丈夫、俺は愛されている。虚毛だ。本当に？やめろ、気づくな。気づかない方が幸せなままでいれるぞ。あー、もうダメそう、もう気づきそう。眠れない。どこに行く気？あれ、イーボのやつこんな夜中にどこ行ったんだ。そういえばいないね。少し散歩するか、こんな夜中に。みんなの部屋も見てみる。起きてっか。女子の部屋入れねえか。あれ、ルチアの部屋ないの？てか、ジータ母さんとルチアの部屋だ。さすがにもう寝てるか。あ、そうなんだ。ルチアとジータお母さんはこっちなんだね。お、なんかある。ちょっと待って待って、光ってる光ってる。あー、まだ拾えてない。どうした？イケメン、星空綺麗だな。外、家族に会いたいな。チータ母さんやみんなが心配するかもしれないけど。ダメだダメだ、行っちゃダメだ。止まれ止まれ。でも少しだけなら。やばいって、行っちゃうよ、本当に行っちゃうよ。あ、あれ、なんだこれ。ドアノブに草、見事に絡まってるな。まあいいか、さっさと取り除いて。待って。誰？モニカ。おモニカ？別に外に出ようとしたわけじゃねえし、悪いことしようとしてたわけじゃあるような、ないような、そうでもあるような、ないような。もうなんか言い訳がすごい。イーボが部屋に来た。ええ？すぐいなくなっちゃったけど、心配になって二人の部屋行った。でも誰もいなかった。だから玄関に来た。そうしたら嗅いだことがある匂いが。匂い？ドアノブに張り付いているの、毒素。触ったら危なかった。え？知っている匂いってのもどういうこと？あれ、モニカって一体何の仕事してたの？体売ってるのかと思ったけど、なんか違いそう。あ、毒素？静かに、誰かに聞かれる。私病気だから薬詳しい、間違いない。でもなんでドアノブに毒なんて仕込むんだよ。まるで外に出したくないような。いや、でもなんで。密室殺人事件が起こりそうだぞこれ。理由はわからない。誰がやったのかも。この草、療薬で有名。でも収穫した時期によって猛毒になる。普通は知らない。無知な子供、何も知らずに触ってよく死ぬ。やば、激薬やん。じゃあなおさら誰がこんなこと。わかったの？まさかチータ母さん？その可能性は低い。エンツーも知ってるはず。だってチータママは。目が見えないか。誰か起きてきた？それとも犯人が？部屋戻る、急いで。詳しくはまた明日。おお、ルチアがなんかやってんじゃない？出てはダメ、出てはダメ。だって外には。怖。いや、多分ルチアだよやってるの、そんな気がする。あの子を産んでどれくらい経ったのでしょう。親に捨てられ、男にはらまされ。最悪や。あー、アンネッタだっけ。一人ぼっちの私にできたたった一人の家族、必ず必ず守ると誓った。この命に変えても、何を犠牲にしてでも、必ず幸せにすると。そう、私のすべては我が子のために。で、ちょっとずつちょっとずつみんなの過去が見れてくのかな。朝か、朝ごはん食べないと食堂に行きましょう。16歳なんだよ、かわいそうな少女。16で子供産んだんだな。喪失の記憶に。大変だったろ、その年齢で子供を産むって。これか。父と母は私を捨てた理由なんて知らない。
これ多分両方アンネッタの記憶なんだろうな。昨日拾い損ねたの拾える。よかった。虚妄の記憶 4!4? いきなり 4? ってことはどっかにまだあんのか?ん?これか。妹が生まれた。ああ、はい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 。あら、鍵がかかってる。まだ寝てるのかしら。あらら。あ、ここにもあった。虚妄の記憶3。ああ、揃った。あ、2は持ってんだもんな、俺。1。あ、2ない。母さんに背中を焼かれた。大丈夫、まだ愛されている。もう辛すぎるってエンツよ。こっちは何もないか。お母さん、あ、一緒に二人で寝てるのかな。一個のベッドで。仲良しか。一応外とかも探検するか、じゃあ。なんかこのキラキラ光ってるの集められそう。てか、一個見逃したし。アンネッタ、おはよう。よく眠れた?おはよう。おはよう。相変わらず無言。エンツよと、モニカは?嫌な予感。エンツお兄ちゃんはね、起こしに行ったんだけど、全然起きないの。モニカは、アンネッタと同じ部屋でしょ?起きたらいなかったわ。どうしよう。昨日のモニカは具合悪そうだったから、どこかで倒れてるんじゃ。私探してくる。一人じゃ危ないわ。私も一緒に。ダメだよ。ママは今日病院に行く日でしょ?そうね。そうだったわね。母さん、入院してる私の赤ちゃんに会いに行くんでしょ?私も一緒に。ダメよ。今は会わせられる状態じゃないの。ああ、なんかその赤ちゃんも、亡くなってるんじゃねえか。ちょっと怖すぎる。先生からちゃんと話を聞いてくるから、ね。ごめんね。ああ、もう絶対嫌な感じや、これ。さて、モニカお姉ちゃんを探そうと。アンネッタお姉ちゃんは、エンチお兄ちゃんを起こしてくれる?うん。まったく、いつまで経っても子供ね、あの子は。じゃあまた後で、気をつけるのよ。おーい。やばい。絶対、エンチを絶対なんかなくなってる気がする。盲目の記憶。アイテム。盲目盲目。あった。パパを見殺しにした。ママの目を焼いた。お外は怖いの。ルチア?え、ルチア?ルチアが目を焼いたの?マジか。やば。やばいやばいやばい。素質の記憶3。どんどんなんか恐ろしい記憶が集まっていく。3。私を強姦した誰かも知らない男の子供を、それでも私は、まあ、アンネッタか。最悪や。アンネッタ。望まれない子供だとしても、自分の子ならばアイスって言うんだな。でかい女だぜ、アンネッタ。最低だよな、この性被害って。もう全員処刑していいと思う。喪失の記憶。4。あの人は天使だ。私とお腹の子供を守ってくれる。これは、お母さんのことかな。何も喋らず。ある。虚妄の記憶。はい。誰か俺を見て。もう辛い、辛い。もう辛いのが揃ってきた。じゃあ行こうか。この性被害とかさ、ストーカーとかさ、もうそういうのやった奴らは全員、かなり厳しい罰を与えるべきだとシュウヤンは思う。もうストーカーとか、もう一切死刑とかにしないとマジで、死刑良くないとは言うけどさ、困らんもんね。人によっては諦める人もいるかもしれないけど、諦めない奴マジで諦めないかんな。それが怖いよね。一生そいつに苦しめられるっていう。性被害もな、もう切るべきだよね、あれを。あれを切って、食わせるべきだよ。焼いて。過激派の発言。ブルーテリー入りに来た。エンチ起きてるのもうみんな朝ごはん食べ終わっちゃったわよ。これ起きてこないのはもう絶対何かあったじゃん。いないのかしら。いるって。あれ?モニカ?アンネッタ?その声はモニカ?どうしてエンツオの部屋に?とにかく入るわよ。いいわね。二人であれか。秘密の会議してた感じだな。もう、朝ごはんの時間に何やってるの?早く食堂に行くわよ。どうしたの?二人とも顔色が悪いわよ。モニカ、アンネッタにも話そうぜ。うん、それがいいかも。え?ルチアがみんなを出さないために多分閉じ込めようとしてんだろうな。それともマザーか、一体どっちか。ドアノブに毒?それって誰かがエンツィを殺そうとしたってこと?怖いこと言うなよ。ごめん。エンツィオというより、外に出ようとした人を殺そうとしたのかも。
外に？もしかして母さんが？やっぱりアンネッタもそう思うか？でも違うと思う。チーターママにそんなことできない。まあ確かにあの目じゃ。そうね、私も今朝の会話で母さんを疑っちゃったけど、ありえないわよね。今朝の会話？私の赤ちゃんのことは知ってる？知ってる。生まれつき体がすごく弱い。だから病院にいる。そう。でもね、私まだ一度も自分の子供を見たことがないの。え？自分の子供なのに？なんで？母さんが止めるから。いやもうこれ生きてないよその感じ。母さんは毎週病院に行って赤ちゃんの様子を教えてくれる。でも一度も病院に連れて行ってくれたことはなかった。赤ちゃんに会いたいって言っても会わせてくれない。だから最近思ってしまうの。母さんは私の赤ちゃんを奪おうとしてるんじゃないかって。アンネット、私まだ一度もあの子を抱いたことがないのよ。全てをかけてあの子を幸せにすると決めたのに。それなのに。何か理由がある？そうだ、それなら行けばいいんだ。いや出たらダメだって、ルチアが暴れるよきっと。行くって？病院にだよ。ダメ、ジータママに怒られる。怒られてもいい、怒られても私はあの子に会いたいの。わかった、手伝う。モニカ、ゼンは急げだ、早く行こうぜ。園長はお留守番。なんで？念のため家を見張る。アンネッタが家を出るまで玄関で待機。モニカは体調悪いから一緒に行けないし、アンネッタ一人で大丈夫か？村までの道のりは覚えているわ。お昼までには帰るわね。そんなすぐに帰ってこれるの？気をつけてね。お土産も待ってるぜ。いやこれ扉の向こうで多分ルッチアが恐ろしい顔して聞き耳立ててるよ。なんかそんな気がする。ありがとう。ああ絶対アンネッタいなくなる。これとりあえずこれ気になるね。獣記憶、これ全部揃った？ね、に、父さんに指を折られた。大丈夫、まだ愛されている。園長がかわいそうすぎんだけど。報われてくれ、君たち。俺にも赤ちゃん抱っこさせてくれよな。ええ、もちろんよ。そんな虐待してた親が毎日手紙書くとは思えないよな。うん、いつもお世話になってる俺。早く赤ちゃん見て、安心して。怖い。現実を見るのが怖すぎる。あ、いなかった。ルチは絶対聞き耳立てれるかと思ったけど。お、なんかある。喪失の記憶5。はい。早くあなたに会いたいわ。名前はもう決めてあるのよ。子供の名前だろうな。一応もうちょい見てみるか。なんかこのキラキラがちょこちょこ追加されていくんだよ。いいね、この記憶を集めてさ、物語を組み上げていくっていうか、なんていうの、なんかなんとなくこういろいろパーツを一つ一つ集めて物語が核心に迫っていってる、この感じすごくいいですね。いいわ、ちょっと出かけてくるからいい子にしてるのよ。あ、あれちょこちょこ心が死ぬよね。一体何なんだろうか。何か意味があるのかな。なんか急に目に生気宿ったかと思ったら急に死んだ目になるし、なんでだろうね。まあ、これで終わりか。ルチアいるんじゃない？いなかった。エンチオ、モニカ、すぐ戻るからね。ねえ、母さん、どうして私をここに閉じ込めるの？どうして赤ちゃんに会わせてくれないの？憎い母さん、愚かな母さん、そこまでして私の子供を奪いたいの？勘違いしてる。でも、それも今日で終わり。病院へ行けば、私はあの子に。現実を見ることになっちゃうぞ。ああもうウキウキな顔。待っててね、私の赤ちゃん。あ、終わった。あ、終わった。もう絶対ルチアだ。アンネッタ遅いな、もう夜になるぞ。まあ見せしめになったんだろうな。絶対に出てはいけないってことなんだな。あ、かわいいモニカ、愛しい娘。モニカは可愛い。モニカはこの人の娘。モニカはママのことを好き。モニカはママが好き。モニカはパパのことを大切だよな。モニカはパパが大切。モニカはいい子ね。モニカはいい子だ。
モニカはいい子、モニカはいい子、だからパパのとママのためにお仕事をしてくれるよね。モニカはお仕事をするの。モニカちゃんは可愛いね。演じなければ。モニカは可愛い。大丈夫。優しくしてあげるからね。ああ、やっぱりそいつか。体打ってる系だ、これ。演じなければ、モニカは大丈夫。ああ、モニカちゃんは本当に。モニカ、モニカ、私はモニカ。ああ、でも。モニカって、なんだっけ。俺もモニカのゲスタルト崩壊しそうになった。みんなに求められてそれを演じて自分を保ってるだけってことなんだな、きっと。朝、アンネッタ、帰ってこなかった。みんなに話聞く。まずい。一人一人いなくなりそう。人形の記憶、アイテム。人形ってだからそういうことなのか。自分がない、みんなが求められる人形になっている。それがモニカなのか。人形、お金を稼ぐための人形。悲しすぎる。え、これ救われる？みんな。サンタマーリアは救われたけど、こっちの子たち救われんのか？盲目の記憶。アイテム。盲目は今とこ、なんか獣の記憶5割れてる。素質も割れてる。5で割れるんだな。盲目。どうして逃げるの？外で苦しむ君を見たくないから。だから私は。あ、違うか。盲目はあれか。ルチアか。え？待って。どうして逃げるの？あ、アンネッタのことか、これ。それ苦しむ君を見たくないから、だから私は殺したってこと？ルチアダメだよ。人形の記憶4、じゃない3。演じるだけ演じるだけ、客が求めるままに。もう、園長、上手、羨ましい。上手だったか。カエル描いたのにみんな猫っていう悲しい。カエル？カエル？猫でしょ、これは。絶対猫だよ。あれ？ルチアとお母さんがいる。まあ、一応話聞いてみるか。アンネッタ、どこにいるの？アンネッタ！ジータママ、普段は落ち着いてるけど、私たちに何かあるとパニックになる。大丈夫。アンネッタ、きっと帰ってくる。アンネッタ！この感じだと絶対殺人に携わってないよな。絶対ルチアだよな。モニカお姉ちゃん、おはよう。軽い。おはよう、早起きだね。うん、今日はママの体調が良くないみたいだから、看病してるの。ルチア、偉い。アンネッタは私たちに任せて。だから、チータママのことをお願い。うん、任せて。ああ、嫌な予感。あそこまで朗らかな表情してると完璧に演じてるんだろうなって思ってしまう。キラキラは？ないね。はい。イーボ、おはよう。アンネッタは見なかった？見つけたら教えて。何も喋れず。あ、院長がいる。一応まだ完璧に、お？鍵かかってる。珍しい。アンネッタ絶対ここにいるやつ。人形の記憶4。モニカのもそろそろ集まりそうだな。え、感情、そんなもの誰も教えてくれなかった。モニカ親のために頑張ったのに最後病気移されるってもう酷だよな。エンチよ、こんなところにいると風邪ひく。なあ、アンネッタはいつ帰ってくるんだ？すぐ帰ってくる。きっと赤ちゃんに会えて、嬉しくて帰ることを忘れている。でも、アンネッタは昼までに帰ってくるって。それに、今までアンネッタが約束破ったことなんてなかったのに。大丈夫。きっと大丈夫。うん。不安になるやつ。この先行けってことなんじゃないの？行けない。珍しい。それになんだろう、この匂い。そういえばこの部屋の掃除当番、アンネッタ、代わりに掃除する。うわ、もう入ったら絶対後悔する。絶対ルチアが持ってるよ、鍵。だってルチアが使うしかないもん、きっと。一人ずつ子供たちが殺されていくのか。切な。ジータママ調子悪い、今そっとしておく。あ、あれ？あ、ってことはあれか。アンネッタの荷物を見ろってことか。こっちかな？あー、それ赤ちゃんの、そういうことか。自分の子供の服いっぱい持ってたんだ。いやー、もうこれアンネッタ。甘い父の匂いがします。なんか言い方。ちょっと救われてほしい。もう本当に子供に会いたくて会いたくてしょうがなかったんだよな、きっと。鍵ないけど？あ、あった。イーボ、遊び部屋の鍵持ってる？あ、持ってた。ありがとう。行かない方がいいんじゃない？これ。絶対行ったらトラウマだぜ。人形の記憶5、これで全部集まったな。
私は誰？ああ、もう自分を失ってるんだよな。これでアンネッタ、エンチオ、モニカは集まったから、あとルチアと、あれか、なんだっけ、イボだっけ。イーボか、イーボ。名前がややこしいな。なんか、ハンターハンター読んでるせいで、ウボウキンとイボウが被るんだけど。ヘチザカギを使いました。ハンターハンター読んでる人にしかわかんねえしな。俺はもうやっぱりむごいことになってるじゃん。え？生きてないよな、絶対に。アンネット。君は。は？モニカも？もう出るの協力した奴ら全員殺してくってこと？もう、アンネッタどこに行ったんだよ。早く帰ってこいよ。あ、で、これで集めていくと？悲壮の記憶。おー、集まってきた。全員集まってきたよ。3から。いつでも帰っておいで。妹を探しに旅立つ俺に、もう一人の母はそう言った。知らないよな。もう知らないよな。イーボだ、イーボ。イボじゃねえ。盲目の記憶。盲目だからルチアか。大切な家族、父に返さず、私の中に。しかも絶対食べてんじゃん、これ。マジかよ。ルチア、やば。それ愚行だわ。これ完全サンタルチアの愚行だよ、やってること。食べちゃってるよ。美味しく食べようとしてる。いける？あ、いけた。もいもいもい、もう。アンネット？モニカ？おい、起きろよ。まだ昼だぞ。おい。なんでこんなことになんだよ。嘘ったろ？見つけちゃったんだ。やっぱルチアだった。ルチア、まさか二人をやったのは。うん、私だよ。なんで、どうしてこんなことするんだよ。俺たち、家族なのに、それなのに。嬉しいな。私もみんなのこと、家族だと思ってるよ。血は繋がっていなくても、みんな大切な大切な家族なの。だったらなんでアンネッタを、モニカを殺した？まあ、この家を出ようとしたからなんだろうな、きっと。だからこそ、だよ。外は悪魔がいっぱい。だからね。外で苦しむくらいなら、この楽園で楽にしてあげるの。わけわかんねえ。わかんねえよ。ママはね、優しいの。だからね、優しい嘘でこの楽園を築いたの。死産した子供が生きていると信じていたアンネッタお姉ちゃん。やっぱりそうだったんだ。お仕事で羅漢した病気が治る、ん？羅漢であってんのかな？した病気が治ると信じていたモニカお姉ちゃん。ああ、治んないんだ。妹が生きていると信じているイーボお兄ちゃん。妹死んでるんかい。そして家族に愛されていると信じているエンツヨお兄ちゃん。くわ、きつう。本人前にして現実叩きつけるて。本当は気づいてたんでしょ？だからあの日、孤児院から出て確かめようとしたんだよね。父さんと母さんは本当に自分を愛しているのかって。俺に届いてた手紙は、私とママで書いたの。そうしないと、エンツヨお兄ちゃんが傷ついてしまうから。ねえ、残酷な真実を優しい嘘で隠すことって悪いこと？真実を知ったとしても救われるわけないのに。どうしてそこまで外の世界を嫌うんだ？俺にはわからない。わからないよ。うちはもう何かあったっぽいな。それはね、お兄ちゃんたちが大好きだからこそだよ。あの日のことを覚えてる。優しくて力持ちの自慢のパパ、村のみんなもパパが大好きだった。けれど、パパが病気になった途端、みんなパパから離れていった。冷たい村人、冷たい隣人、私は外が大嫌いになった。病気のパパが最後に言った言葉、ママと一緒に助け合って生きていくんだよ。この閉ざされた孤児院で、静寂と平和に包まれた楽園で、パパは静かに息を引き取った。あの日のことを覚えてる。優しくて綺麗な自慢のママ。村から帰ってきたママはボロボロだった。なんで？いつも笑顔のママの顔は苦痛に歪んでいた。だからすぐに病院に連れて行った。そして知った村の人たちがママに乱暴したこと。村の人たちが
ママの目を焼いたこと。最悪じゃん、村のやつら。ルチアがやったわけじゃなかったのか。ママはもう二度と私の顔を見ることができなくなった。悲しすぎるってこれ。外は地獄だ。人を傷つける悪魔しかいないんだ。これはそう思ってもしょうがない。だから私は大切な人たちを楽園に閉じ込めることにした。アンネッタお姉ちゃん、モニカお姉ちゃん、エンツヨお兄ちゃん、イーボお兄ちゃん、そしてママ。みんな大好きだよ。だからお願いね。ここにいてね、永遠に。やばいって、病んでる。どうして俺はお前を本当の妹だと。え、おえ、しゃべった。やはりアンネット、モニカ。でもエンチオだけでも無事でよかった。ルチアが、お前なんてことを。頭を殴っただけだ、死んではいないと思う。ガンガン喋るやん。っていうか、お前喋れたのか。まあな、ルチアに口止めされていたから。え、ルチアに。俺は知っていたよ、ルチアのこれまでの愚行を。俺は前にいた孤児院から妹と一緒に逃げてきたんだ。でもはぐれてしまって、その時母さんが俺を助けてくれたんだ。怪我が治った後、妹を探しにこの家を出ようとした。でもそこでルチアの本性を知った。捕まったのか。ああ、ルチアにお別れを言うために探していた時に、前より、俺より前に孤児院にいたこの遺体を見つけたんだ。この部屋に飾ってある絵、孤児院から出ようとしてルチアに殺された。マジかよ。ルチアは母さんに自分の行為が知られるのを恐れていた。だから俺に言ったんだ、喋るなと。それで口をずっと閉ざしてたんだ。妹を見つけられず仕方なく孤児院に戻ってきた俺を母さんは優しく抱きしめてくれた。そしてルチアはただいまと口を開こうとした俺をずっと睨んでいた。余計なことは喋るなと。怖い、ルチア。だから喋ること自体をやめたんだ。この孤児院から逃げ出せる時が来る、その日まで。それでも俺はみんなを、ルチアを本当の家族だと思って、今までも本当の妹のように。ルチアの家族愛は本物だった。だけどその愛は盲目だった。優しい嘘もいつかは壊れる。ルチアはそれがわからなかったんだ。俺はもう行くよ、妹を探しに行くんだ。そんな、母さんは、チータ母さんはどうなるんだよ。え、マジか。すべて話した。え、さっきルチアが今までやってきたことを母さんにすべて話した。さすがにチータ母さんショック受けたんじゃないか。一人にしない方が。ショックどころか、知ってたか。なんとなく母さんは気づいてたんじゃないかな、ルチアがやっていたことに。母さんは部屋にいるよ。別れを済ませるなら今のうちだ。イーボー、でもイーボーの妹ももういないんでしょ。それもそれでしんどいよな。母さんのところに行こう。やば、とんでもない展開だったな。悲壮の記憶をまだ全部集めてないんだよな。4、逃げるな、喋るな、許さない。けれどあの子は許してくれなかった。怖っ。悲壮と盲目だけ揃ってないんだよな。ちょっと全部集めきりたいよな、ここまで来たら。あった。このさ、黄色い部屋にこれは反則だって。見えねえ。マジで見えん。悲壮の記憶。1、2。優しい女性が孤児院に連れてきてくれた。怪我は治るまでここにいていいと言ってくれた。これお母さんだな。で、4。あともう一個か。一個ずつどっかにあるんだろうけど。なんか見つけきりたいよな。悲しい匂いがする。外にあるのかな？こっちはないもんな。外行ける？あ、ダメだ、行けない。あ、一個あった。あ、悲壮の記憶。これで行こうか。あの子の愛は盲目すぎる。ああ、これルチアのこと言ってるな。ルチアの子はわざとないのかな。どうなんだろう。
物語を進めていくといきなり出てくんのかな。ちょっと行ってみっか。あ、あった。いや、お母さん。自殺したんか。母さん。ごめんなさい、これを先に取るという。え、これもしかしてルチアがやったのかな。ここにいてね、永遠に。暗いって。ルチアのことになった時だけ、あれかな。文字が赤くなるのかな。うん。なんかそれっぽいな。いやー、マジかよ。刃物を胸に突き刺した女性が横たわっています。母さん。これは、遺書。嘘をつきました。円柱を待つ優しい両親など、どこにもいないのです。嘘をつきました。アンネッタの子供は、産声を上げることなく死にました。嘘をつきました。モニカの病気は、もはや治せるものではありませんでした。嘘をつきました。近くの森林で、子供の遺体を見つけました。イーボの妹は、生きてはいませんでした。嘘をついていました。けれど、我が子の嘘は見抜けませんでした。でも優しい嘘だからな。誰かを傷つけたくて言ってた嘘なわけじゃないからな。本当に大切に思ってたからこそ言えなかったんだよな。イーボは知ってんのかな。大丈夫か。イーボ、嘘だったのか。全部、全部、それに、嘘をつきました。これ知ってんのか。イーボは、母さんの遺書を読んでいない。すまない、エンツよ。俺はもう行くよ。ダメ。あ、ちょ！結局そうなっちゃうのかよ。な、ここにいて、ここにいてよ。みんなが傷つくのは嫌だよ。外は怖いの。本当に、本当に怖いところなの。お願い、守りたいの。ここにいて、永遠に。優しい嘘も、いつかは壊れる。ルチアはそれがわからなかった。それでも俺は。当たり前だろ。安心しろルチア。俺はずっとここにいるからさ。よかった。私今度こそ家族を守れた。またね兄ちゃん。なんだそれ。あ、生きてた。いいよ。傷が深い。このままだと俺はこんなところで死ぬわけにはいかないんだ。音を探しに。伝えるのか。そうだろ。こんなところで死ぬわけにはいかねえんだろ。俺が村まで背負っていくから。だから死ぬな。お前を待っている妹のためにも。あ、そうだな。エンチオ、ありがとう。エンチオは母の思い引き継ぐんだな、これ。俺は孤児院を出て村へ行った。村人たちの懸命な治療のおかげで、イーボは奇跡的に意識を取り戻した。よかったな。村の人たちはとても親切にしてくれた。ルチアが怖がっていたのが嘘だと思うほど、優しさに満ち溢れていた。ルチアが恐れていた世界は確かにあったのだろう。けれど、それも過去の話。真実を嘘で隠し続けたルチアだからこそ、見えなかった優しい世界。元気になったイーボはこう言った。助けてくれてありがとう。俺が今ここにいるのは死にそうな俺にお前がカツを入れてくれたおかげだ。イーボはそう言って俺に笑いかけた。残酷な真実を優しい嘘で隠すことって悪いこと？真実を知ったとしても救われるわけないのに。ルチアの言葉が刺さるな。イーボは妹を探しに行くのだろう。もうこの世にはいない大切な妹を。イーボの笑顔を見て泣きそうになった俺は空を仰いだ。泣きたいほど空の青が眩しい日のことだった。エンチは大人になった瞬間だな、これ。母の伝えたかったことを、母の思いがちゃんと分かったんだよな。悲しいんだけど、これ愚行だったのかな。いや、まあみんなを手にかけたのは愚行だったな、うん、でもどれもこれもみんなのためっちゃためだけど、まあエゴを通しすぎたよな。アンネッタとモニカ死んだのちょっとショックだったし、
まさか園長が最後まで生き残るとは思わなかったな。なんかちょっと雰囲気的にすぐ殺されそうな雰囲気だったけども、これはまだエンディング他にあるのかな。いや、ないか。これで終わりなのかな。ちょっと待ってて、はい、物語自体はこれで終わりのようですね。悲しい。ひたすらに悲しかった。サンタシリーズ、サンタマーリア、マリア、まあ今4種類あってマリアだけじゃない。ちょっとまあ救い、まあ、やってきたことは悪いことだったけど、子供たちハッピーエンド風に終わったのマリアだったね。ルチアマジで辛いんだけど。悲しすぎる。でも園長はこれを乗り越えて大人になったんだなってちょっと思う。園長はこれからどう生きていくのか気になりますね。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。次回もサンタシリーズまたプレイしていくので、もしよろしければシアンの動画お付き合いください。それではシアンでした。またね。